い、どうもこんばんは、ギャルです。突然の方向転換に驚かせてしまった方すみません。今後こういう方向性でやっていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ではなく、皆さん、ギャルといえば何でしょうか。そう、タピオカです。タピオカといえばブルプルです。ということで今日はてんてれブルプルのタピオカを紹介したくてこの格好になりました。はい、まあ、あのメイク動画をさっきまで撮っててケバくなったついでにっていうのもあるんですけど、皆さんブルプルご存知でしょうか。タピオカのお店なんですけど、なんかゴンチャとかよりはさすがに知名度低いかなと思ってます。さっきもこれ買いに行った時にゴンチャの前通ったんですけど、ゴンチャめちゃめちゃ混んでて、ブルプルやったらマシかなと思って行ったら、まあ 2,3 人並んでるぐらいでした。なので穴場かもしれません。よし、これ刺すのが怖いんよな。おお、いただきます。んーま、そして甘い。私が今回購入したのはブルプルの目玉商品、黒糖タイガーミルクです。がちょっと持って帰る途中で混ざっちゃって、今もうミルクティーみたいな色になってるんですけど、本当はこんな感じで外側に黒糖が塗られててミルクが入ってて、まるでその虎柄に見えるからっていう由来から黒糖タイガーミルクできてるみたいです。でこちら M サイズで450円でした。もうね、めちゃめちゃ甘いです。なんかこれ作る工程を見てたんですけど、まずなんかタピオカのとこにすでにもう黒糖に漬け込まれたタピオカみたいな感じになってて、それを入れて、さらに容器の周りに黒糖をダーッと塗るみたいな感じで入れて、その後に普通に牛乳をダーッと入れてたんで、脂質も糖質もめっちゃ高いです。正直黒糖タイガーミルクはダイエットに不向きだと思います。めっちゃ甘い。うん、タピオカもしっかり大粒で噛み応えのあるタピオカが結構いっぱい入ってます。今ちょっとだいたい牛乳が 300ml ぐらい、タピオカが 60g ぐらいで黒糖が入ってるっていう風に独自の計算で編み出したところ、だいたい 300kcal 超えぐらいはあると思います。なんかブルプルは店舗が何店舗かあるんですけれども、なんかすごい説明難しいんですけど、吉祥寺店と渋谷店が台湾スイーツみたいな感じのなんかゴンチャ的な雰囲気を醸し出してるのがその2店舗で、あとはなんかアリオとかイトーヨーカドーとかに入ってる店舗があるんですけど、それはね、なんか行ったことあるんですけど、すっごい種類とかがめちゃめちゃある代わりに、パールレディみたいな感じの雰囲気で、ちょっとなんか高校生の時に飲んだやつみたいな感じの店舗でした。伝わってるかな。なので実際この黒糖タイガーミルクとか黒糖タイガーミルクティーとか、そういうメニューも吉祥寺と渋谷ヒカリエ店にしかなくって、ぜひそっちに行ってみることをおすすめします。渋谷ヒカリエ店なんて3種類しかメニューなくって、黒糖タイガーミルクティーと黒糖タイガーミルクとストレートティーしかないです。でまさかの甘さも選べません。私は今回吉祥寺店に行ってみたんですけど、吉祥寺は結構メニューも豊富で、で甘さと氷の量の調節もできます。ただ甘さ調節できるのが吉祥寺店でも5つしかメニューなくって、ミルクティー、杏仁ミルクティー、ウーロン茶ミルクティー、ティー、抹茶ミルクのメニューしか甘さ調節できなくて、っていうのも、まあ、これ作ってる工程見て思ったんですけど、これもカップにそもそもタピオカが黒糖に浸ってるやつを入れて、で模様のためにさらに黒糖を追加して牛乳を注ぐっていうだけなんで、砂糖をプラスで入れてるわけじゃないから減らしようがないんですね、多分。なので逆に言うと、そういうメニューはもう元々の糖質もカロリーも脂質も結構あるから、ダイエット中は選ばない方がいいと思います。まあ私は今日ちょっと甘えちゃったんですけれども、低カロリーに楽しむとしたら、私やったらティーとかミルクティー、ウーロン茶ミルクティーとかを選んで、甘さなし、もしくはまあ微糖ぐらいで我慢して飲もうかなと思います。うん、やっぱりタピオカは美味しいですね。まあでもちょっと相当黒糖な感じはする。正直飲むの2回目なんですけど、あれこんなに甘かったっけっていう感じです。ゴンチャとかの方がもうちょっと甘さすっきりして飲めるかなっていうのは正直思いました。ただゴンチャめっちゃ混んでるんでね、穴場やと思うんで、1回行ってみるのは全然いいと思います。あとゴンチャにない種類のもの、黒ごま系とかキャラメルミルクティーとかカルピスとかあるので、その辺も楽しいかなと思います。タピオカってそもそもなんぞやとか太るんかいなっていうのはゴンチャの動画で詳しく説明してるので、概要欄に貼っとくので、よかったら見てください。それでは私はこのギャルのままでカロリーの塊を飲み干したいと思います。ギャルっていうか、これなんかブロンドって感じやな、なんか。それでは今日も見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
ちょ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 